皆さんこんにちは、ドクター P です。本日もスタジオからお届けしています。早速ですが今回のテーマはこちらです。はい、コロナウイルスとマスクです。すでにコロナウイルスに対するマスクの有用性についてはメディアでもたくさんの議論がされ、皆さんも知っている通りです。コロナが日本で流行する前に動画でも少し取り上げさせていただきました。マスクの効果は限定的で、感染者がそれ以上感染を広げないためには有効ですが、感染予防としては統計学的な有意差を持って効果があるとする科学的根拠はなく、 WHO も一般的なマスクでの予防効果があるとする根拠はないとしていました。日本でマスクが不足になっている状況は海外からは不思議な目で見られていましたが、ここに来て米国では一転してマスク着用が推奨になり、また日本でもマスクを配布することが決定されました。テレビであれだけマスクは効果ないって言ってたのに、なんで今更マスクと思っている方もたくさんいると思いますし、マスクの配布に疑問を持たれた方も多いと思います。こうした手のひらを返したようにも見える背景には何があるのでしょうか。それではスタジオを出て解説していきます。新型コロナウイルスの感染拡大の要因については前回の動画で解説させていただきました。コロナがはしかや SARS よりも感染力が低いのに感染拡大してしまうのは感染の制御が難しいためであり、その理由の一つが潜伏期間が長く、その間にも感染することが挙げられます。つまり感染をしてもまだ症状が出ていない間にも他人に感染をしてしまうのですが、こうした感染をしたのにまだ症状がない人たちを無症候性キャリアとも言い、このうち約 25% はそのまま無症状で終わり、残りが発症すると言われています。無症状の人が感染しているかどうかは普通わからないですよね。ですからこうしたことが感染制御を難しくしているのです。それでは無症候性キャリアからの感染について時系列を追って詳しく解説します。新型コロナウイルスが無症状の人から感染する可能性があることが初めて確認されたのは2月に中国の武漢に住む20歳の女性がコロナ陽性となり、家族5人に感染したが、自分自身は感染しても体調を崩さなかったという事例でした。ただし同じ2月に中国でのコロナウイルスの流行について世界保健機関 WHO は陽性と診断された人が症状を示さなかった例はほとんどなかったと報告しています。つまり2月の時点ではコロナ陽性者の多くは症状が出て症状が出ていない無症候性キャリアからの感染は比較的稀であると考えられていたのです。3月には無症候性キャリアからの感染がドイツで報告されました。また米国の CDC はコロナ陽性患者23人のうち10人が診断の日に症状を示し、他のグループの10人は1週間後に症状が出たと報告しました。さらにCDC は2月に日本で隔離されたクルーズ船のコロナ患者を評価したところ、3711人のうち712人が陽性反応を示しましたが、半数近くは当時症状がなかったと報告しました。シンガポールの研究では157例のうち10例は症状が出る前に感染したものと報告されました。このようにコロナ陽性者でも無症状である割合は比較的高く、無症状の時期からも感染したとする研究報告も蓄積されていきました。では無症状の時期からも感染をするということは、実際にこうした時期から高いウイルス量を排出しているのでしょうか。次のスライドをご覧ください。ウイルス排泄量との相関関係については、最初に中国広東省での無症候性キャリア患者の鼻と喉から発症者と同程度量のウイルスが検出されたことがニューイングランドジャーナルのレターに掲載されたことが始まりです。さらに香港の研究者によって実施された別の研究では、唾液サンプルでのウイルス量は症状の発症後の最初の週に最高であり、その後時間とともに減少したと報告されています。また別の査読を受ける前のプレプリントとしてオンラインで公開された報告によると、中国広州市の94人の患者を対象にした研究で、症状が出た時の喉の綿棒のウイルス量が最も高いことが判明し、症状が出る直前または出始めた時が最も感染力が強いと結論付けています。これらの研究の結果、発症直前から早期に高いウイルス量を認めることは感染が
これほどまでに世界各地に広がってしまった理由を裏付けているとも言えます。それではここまでの説明を踏まえて、どうしてマスク着用が提唱されるようになったのかをスタジオで解説します。昨年末に中国の武漢で始まった新型コロナウイルスは、感染様式が次第に明らかになって無症候性キャリアからも感染することが判明し、同様の報告が蓄積し、さらに発症する直前からも高いウイルス量を排出していることが科学的にも示されました。こうした感染者を特定しにくいという科学的な根拠に裏付けされた事実と、世界各地で感染の歯止めが効かず経路不明の市中感染者が増えてきている状況を鑑みて、マスクが推奨されるようになったのです。つまりマスクはコロナ感染者からの感染を防ぐためとしてではなく、感染者かもしれない自分が他人にうつすリスクを低くするためを狙ったマスクなのです。そういう意図ですから、たとえ布マスクでも一定の効果が期待できると考えられています。もちろんどれだけの効果が期待できるのか、費用対効果も検証できていませんが、早期に感染拡大を抑止するための一つの手段として取った政策であると考えています。これは症状のあるなしに関わらず、全ての人がコロナに感染しているという自覚のもと行動しようという意味でもあり、他人への配慮でもあります。人と人の距離を2メートル以上離す、ソーシャルディスタンスの意味も同じです。マスク不要論もありますが、コロナに立ち向かうためには危機感と問題点を共有して、互いを配慮して足並みを揃えることが何よりも大切です。これで今回の解説はおしまいです。ご視聴どうもありがとうございました。